皆さんこんにちは、パリのキクちゃんです。お話を始める前にまずはお願いがあります。どうぞチャンネル登録をしてください。よろしくお願いいたします。チャンネル登録をお願いいたします。では本題のお話に入りましょう。今日はフランス式分散型休暇の取り方についてお話ししたいと思います。この間ね、YouTube のニュースをちょっと見ていたら、星野グループの代表が日本も分散式にお休みを取ったらどうなんだろうかという提案をされていて、ちなみにフランスは分散型休暇を取っているので、どういうふうにしているのかなっていうのを、ご説明したいなと思って、今回はこのお話をします。まずはもし分散型休暇を取れた場合のメリット。1、ホテル代が安くなる。やっぱりたくさんお客さんが来てくれる時っていうのは繁盛期だから、ホテル代もどうしても高くなっちゃうんだよね。それはやっぱり需要と供給の問題もあって、やっぱり混んでる時はお部屋の数も貴重になってくるし、だから値段もやっぱり上がっちゃうね、というのがあります。で、まあなんというかね、混んでしまうと大変だしねっていうのもあります。2、車の渋滞とか交通機関の緩和ができる。まあお休みですっていうことになると、まあ車でお出かけ、よくニュースでも言ってますよね。今日は帰省ラッシュで、東名日本坂トンネルは何キロの渋滞ですとか、私もそういうのを経験したことがあります。なのでお休みっていうとやっぱり交通機関が混む、そういうのを緩和できる。もし分散型にとっていけば、そのピークっていうのをずらしていくことができるというのがあります。それからね、日本は新幹線は固定料金で決まっているけれども、飛行機なんかだとやっぱりお客さんがたくさん来てくれるときはやっぱりお値段も上がる、ね、ホテルと同じそういう状態もあって、もし分散化してお休みが取れれば、飛行機なんかの値段もある程度おしなべて、まあ平均的な金額でお出かけできるのかなという期待感があります。フランスはね、フランスの TGV 新幹線は全席指定の予約システムで、その、ね、買う時によってね、値段が全然違うの。例えばもうじゃあ夏休みですなんて言うと、もう夏休みの料金でガーンと値段が上がるんだけれども、まあそれをね回避するためには、例えば早めに予約をしていくとか、あとまあこうやってなるべくみんなが行かないような時にチケットを買うとか、そういったいろいろな工夫が必要で、分散型の休暇っていうのもそういったこう、まあ、出費の面でもね、随分助かるんではないかなというふうに思います。3つ目、これは顧客の満足度が上がる。キクちゃんはね、お正月にね、いつもね、両親と夫と4人で温泉に行くのをすごく楽しみにしていて、まあそういうためにお正月は必ず日本に帰っているんだけれども、一回やっぱりね、こういう経験があります。お正月だからやっぱり混んでるよね。でしかもやっぱり値段もお高めで、こちらもやっぱり両親も連れて行くし、もう1年に1回だからっていうことで結構奮発している。キクちゃんも頑張ってる。でね、まあ初めて泊まった旅館だったんだけれども、施設とかすごく綺麗でね、お風呂も素敵なの。だけどね、混んでた。チェックインするのにね、30分以上かかっちゃったの。こんなのは初めてね。でね、まあまあまあと思って、施設もいいからね、すごく楽しく過ごせてよかったんだけれども、やっぱり結構こっちも奮発していて、いつもよりやっぱり多めに払っていて、こうちょっと
みんなの久しぶりにお出かけですみたいな感じで盛り上がってる時に、あんまり混んでるとちょっと混みすぎじゃないみたいな、いやちょっと旅館側少し詰め込みすぎたのみたいな感じがあって、じゃあとっても楽しくてよかったけれども、じゃあ次にそこを予約するかなっていうことになると、ちょっと考えちゃうかなみたいな、そういうこう心理もあるよね。だから満足はしていてもやっぱり満足度がちょっと下がるというので、やっぱりこう旅館側としてもあんまりこう満足度が下がってもらったらやっぱりお商売で良くないわけで、そういったような顧客の満足度が上がるっていうのは旅館側としてもいいことだと思うのね。それはやっぱりこうみんなで分散してお休みしていくっていうことで解消はできるんじゃないかなと思います。まあ全体的に言うと、まあお休みを分散して取ることによって、まあお休みをする側もあんまり混んでなくて嬉しいし、まあ職業の側だから、まあ、航空会社とか、まあ、鉄道を、それからまあ旅館もこう押しなべた旅行の平準化っていうのができるから、この日までもういっぱいです、予約の電話いただいても申し訳ございません、ちょっと予約でいっぱいでって断らなきゃいけないのは残念。でもまあ標準化していればね、いつでも割とまあ少し部屋が余裕があるみたいな感じでいいなというふうに思っています。ではフランスはどうやって分散型の休みを取っているのかというと、まずは子どもの休みを分散化して取っているんです。これはいわゆる日本でいう文部省、フランスでいうとエデュカションナショナルが決める、子どもの休みの日にちを分散型で取っています。全てがね分散型で取ってるわけじゃなくてね、冬休みと春休みを分散型で取ってるので、フランスは9月1日が入学だから、この9月1日の入学に響かない、そしてクリスマス、ノエル、12月の25日にも響かないということで、私はこのあえて冬休みと春休みを分散型で取ってるのかなというふうに思っています。例えばね、2023年、今年の春休みはというと、まずねフランスは自分のね国をね3つに分けています。A ゾーン、B ゾーン、C ゾーンというふうに分けていて、順繰りにお休みを取るように設定しています。例えばね、A ゾーンはね、今年はね、4月の8日から4月の24日までお休みということになっています。で、その後順繰りに、まあ、春休みっていうのは2週間お休みなので、こう2週間ずつ、まあ、各ゾーンがお休みを取れるように、最後の1週間がちょっと被るような形で順繰りにお休みを取っていくようにしています。ちなみにパリは C ゾーンです。ちょっとねカレンダーをねご用意したので、今ね切り替わりますかって切り替わりますのでね、カレンダーでお休みの状況を見てください。確認していただけたかな。ということで、こう突拍子もなく離れて休みを取ってるわけじゃなくて、最後の1週間は重なるような形で、いろんなゾーンごとに A、B、C と取っています。フランス人はね、子供がお休みになるともうすぐねお出かけするんですよ。で、それはねやっぱりね親が休みを取りやすいという環境もあると思うんだけれども、まあ行楽に行くとかそういうだけじゃなくて、おじいちゃんおばあちゃんのところに行くとかいう形で、結構ねこのバカンスのね初日っていうのはね、車やね TGV 新幹線ね大混雑になります。まあそういったものが緩和できるようになっているとね。で、じゃあ
そういう取り方をして、大人はというと、まあ休みはね、日本よりも比較的休みの日数も多くて、さらに休みもね取りやすいと思うんだ。だから親の方は比較的子どもの休みに合わせてこう分散型で休みを取っていくというのがね多い、傾向です。で、夏休み、例えば夏休みフランスは子どもは7月と8月と丸々2ヶ月も休みがあるので、そういう時に家族はどうやって分散型休暇を取ってるかっていうと、企業内で、私は子どもが休みの時に絶対取りたいですって言ったら、例えば7月とか8月にお休みを取る。で、子どもがいない人、もしくはもう子どもが巣立ってしまって一緒にお出かけとかしない人なんかは、早いうちにもう6月の終わりぐらいにもうバカンスを取ってしまうとか、それから9月なんか誰もいないのよ、基本的には。だから9月にあえて9月にお休みを取るみたいな感じで、企業内でそのみんなの都合に合わせてお休みをこうぐる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 、取っていくというのがあって、比較的日本みたいにこうまとめてバンというような取ることはありません。これがね、フランスの方式の、フランス式分散型休暇の取り方です。ではそれを日本にどうやって当てはめるかっていうのを、まあ内地へ絞ってちょっと考えてみました。日本はやっぱり一番混む時っていうのはゴールデンウィーク、それから夏のお盆休み、そして年末年始の休暇、これがやっぱり一番混むと思うんだよね。キクちゃんもフランスに来る前は日本で OL をしていたから、年末年始の帰省ラッシュとか、ゴールデンウィークの帰省ラッシュとか経験しています。で、まあだけれどもゴールデンウィークっていうのは国民の祝日の集まりだから、こう地域ごとにじゃあ国民の祝日を変えますみたいな、そういうわけにはいかないから、やっぱりゴールデンウィークはお休みとしてこう分散型で取れないよね。年末年始も同様、やっぱり年末年始はみんなで家族揃って帰省してっていうのがやっぱり恒例だし、1月1日お正月って日本にとっての大切な行事だから、そこを分散化させるっていうことはやっぱり難しいと思うんだよね。そこでまあもし分散型で取れるとしたらお盆休みかなっていうふうに思います。で、今年のね夏休み、私昔の同僚にね、今年はいつから休みなのって聞いてみたの。そうしたら、まあ私の昔の同僚はね、8月の11日から16日までお休みっていうふうに会社が決めているそうです。で、この夏の休暇っていうのは特別休暇っていう形になっていて、法定で決められているとか、決められている休暇とはまた別に企業がこう割と自由に決められる休みの一つなんだって。だから例えば、11日から16日まで取る企業を、例えば14日から取る企業、もしくは例えばもうちょっと突拍子もない話だけれども、8月の前半にもう取ってしまう企業とか、ね、8月の後半に取る企業とか、そういったこう自由に分散化して休みを取れるのかなというふうにちょっと一瞬思った。だけれどもやっぱり8月の15日前後っていうのは、やっぱりこの先祖の供養をするとかお墓参りをするとか、そういったいろんなやっぱり行事もある時なので、あまり突拍子もなくこう休みを動かすっていうのも現状としては難しいところなのかもしれないなっていうふうにも思う。でね、例えば家庭のことを考えてみると、お父さんの会社は今年は8月の14日からお休みです。でもお母さんの会社は8月の後半お休みなのよっていうことになったら、じゃあ家族旅行いつ行くのっていう話になってしまって、結局みんなで揃ってお出かけしにくくなってしまう状況を作っちゃうかもしれないんだよね。
だからそこはやっぱり現状としてはなるべく有給休暇をうまく使って、みんなそれぞれちょっとずつこう休みをずらしていってっていうふうなことが、まあ、今のところは現実的なラインなのかなというふうに思いました。日本はね、やっぱりフランスよりもお休みも少なくてね、休暇もね少ないの。だからその少ない休暇の中でね、家族団らん楽しい休みをやっぱり過ごすっていうことが大切だから、まあ分散型、これからこういうことも課題になってくるとは思うんだけれども、まあ、そういうのはみんなでゆっくりいろいろ考えるとして、まずは有給休暇をなるべくこう前後とかにつけやすくして、なるべくこう、企業レベルでもこうちょっとうまく、従業員が休めるようにっていうふうに考えるのが、まあ、今のところの現実的なラインなのかなっていうふうに思います。どうぞ皆さん、楽しいお休みを過ごしてね。やっぱり一生懸命働いてその後お休みするっていうのはとっても楽しいことだし、子どもさんがいらっしゃる方は子どもを連れてバカンス、とてもすごくいい思い出になるし、やっぱり家族団らんっていうのもとっても大切だと思うから、皆さん旅でお休みでいい、思い出作ってね。というわけで長々ありがとうね。今日は、フランス式分散型休暇の取り方についてお話ししました。3つのメリット、日本も上手にこういったことを取り入れることができたらいいなというふうに思います。ではまたね。 Merci, à bientôt, au revoir, bisous.